あなたの好みはビートメーカーが握っています。プロデューサーの存在がなければヒップホップはありません。今回はね、以前の動画でヒップホップのサブジャンルを解説していきましたが、あれと似た感じでね、こういうスタイルの曲ならこのプロデューサーの曲がおすすめだよっていうような感じで、皆さんのねお気に入りのスタイルの曲を見つけられるようにプロデューサーを紹介していきます。いや、プロデューサーみたいな地味なの紹介されてもって思っているそこのあなた、少し話を聞いてください。ヒップホップが話題になるときに常に注目されるのはラッパーです。これはね、これまでの自分の動画でもそうですが、やっぱりね、ラッパーは矢面に立って活動しているので話題性があります。ですが、今からね、超当たり前の話をします。あなたがね、好きなラッパーの新曲が出た時、その曲を再生しますよね。で、その時にね、ラッパーだけでは全く成り立ちません。ビートを作るプロデューサーがいてこその楽曲です。特にね、日本人のね、僕たちにとったら、やっぱりね、一発でね、英語のラップの歌詞を理解するのはとても難しいので、曲の中で一番重要視されるのはラップよりも何よりも実はビートです。再生ボタンを押してみてどんな音が流れてくるかっていうね、そういうシンプルなところで第一印象は決まりますし、好きか嫌いか判断することが多いと思います。しかもね、最近はかなりビートを重要視するっていうような風潮も高まってきていて、この曲はビートに助けられてる曲だみたいなね、そういう風に言うことも増えてきています。で、ビートに対する注目が高まっている理由には、今まではね、もう大層な高額な機材を揃えて音楽オタクみたいな人たちが部屋とかスタジオにこもってビートを作っていたっていうね、そういう時代から、今はね、もう PC 一つあれば誰でも作曲する機会が与えられていて、しかもね、こういうね、 YouTube とかインターネット上で簡単にその作ったビートを公開できるっていうね、そういう裾野の広さもプロデューサーに注目が集まっている原因だと思います。要するにね、今はね、プロデューサーの注目も高まっているような時代で、あなたの耳を喜ばせてくれているのはプロデューサーで、このね、プロデューサーを知ることでもっとあなたの好きが広がっていくわけです。じゃあ行きましょう。まずはね、前のジャンル解説の動画と同じように伝統のブームバップからいきます。スタティックセレクター。スタティックセレクターは2000年代から活躍している人で、特徴はね、ニューヨークの伝統を感じるような、気づいたらね、もう自然と体が心地よく縦に揺れるようなサウンドです。最近のね、トラップを聴きまくってとかね、そういうね、ちょっと疲れた時に聞いてみてください。かなりね、染みると思います。で、自分のおすすめはたくさんあるんですが、プロイラとかジョイバダースとか、その辺のね、曲も手掛けることが多いので、その辺が好きな人はプロイラのライクウォーターとかおすすめです。あとね、スタティックセレクター名義でいろんなラッパーを集めた超豪華なアルバムも複数出してるので、それ系を聴くのをおすすめします。2011年のポピュレーションコントロールとかもめちゃくちゃね、もう聴き応え抜群のおすすめのアルバムです。ちなみにね、日本人のラッパーにもビートをね、よく提供してるみたいなので、日本語ラップが好きな人はそこから聴き始めるのもいいと思います。ね、そういう感じでね、いっぱい曲があるので、ジーニアスでスタティックセレクターって検索したら彼の手がけた曲がたくさん出てくるので、そういう感じでね、チェックしてみてください。はい、じゃあ次はトラップ。前の動画でもね、説明したように、今主流のラップスタイルです、トラップは。で、チャートのトップにもバンバンね、曲が載ってるようなジャンルなので、ラッパーだけじゃなくてね、プロデューサーでも表舞台に立って知名度の高いスタープロデューサーみたいなね、そういう人も多いです。まず紹介するのがメトルブーミン。彼はね、もう近年トラップ主体のラップ業界でも特に重要な超人気プロデューサーです。彼のね、プロデューサータグを聞いたら、もう確定演出みたいな感じでね、もういい曲あることが確定してるって思ってしまうぐらいのネームバリューがあります。で、彼のね、曲で言うと、ミーゴスのバッド&ブージーとか、フューチャーのマスクオフとか、コダックブラックのトンネルビジョンに、まだ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 超ヒット曲が続くわけです。で、名曲がね、もう多すぎて、どの曲を紹介するのかっていうのは非常にね、難しいんですが、自分は意外と知られていないメトルブーミンとナブのコンビを推していきます。ナブっていうラッパーね、めちゃくちゃ売れてるっていう風に大きな声で言えない感じもあるようなラッパーなんですが、彼の力の入っていないような声とキャッチーなメロディーはかなりね、聞きやすいと思います。で、このね、メトルブーミンとナブのパーフェクトタイミングっていうアルバムはおすすめで、1曲目のイントロでガッチリ掴まれるはずです。なんていうかね、スペーシーな感じというか、なんか浮遊感のある、そういう風なメトロのビートにナブのキャッチーな軽いフローがバッチリハマってておすすめです。個人的にはね、酒がちょっとちょうどよく入ったぐらいの気持ちいいくらいの状態で、クラブとかね、そういうしっかりした音響で聴きたい曲です。はい、じゃあ次紹介するプロデューサーはサウスサイド。彼は業界でも幅を利かしているプロダクションチーム808マフィアのボスです。で、見た目的にはね、もう顔面にタトゥー入れまくりで、ラッパーにもね、負けないぐらいインパクト抜群なんですが、彼のね、ハードなビートを聴いた時には思わず梅干し5個食ったみたいなね、そういう顔になってしまいます。で、おすすめの曲はまずはね、リルベイビーのサウスサイドっていう曲です。で、この曲はね、自分はね、リルベイビーの曲の中でもトップクラスに好きな曲ですね。ハードなサウスサイドのビートの上にリルベイビーのね、もうまくし立てるようなフローのラップがめちゃくちゃかっこいいです。で、他で言うとメンフィスのヨーガッティとマイアミのリック・ロスのドープチラという曲もおすすめです。
この曲のねビートもめちゃくちゃかっこよくて、まあサウスサイドともねよく共同でビートを作っている Q ビーツのメロディーだと思うんですが、そのねなんていうかオーケストラっぽい音のラグジュアリーな雰囲気のメロディーにサウスサイドのハードなドラムス、そしてその上にヨーガッティとリックロスの迫力満点でラグジュアリーなリリックがバッチリハマっている曲です。ちょっとねトラップっていう風にジャンルをね広くしすぎたのもありますが、他にもたくさん有名で紹介したいプロデューサーいるんですが、ちょっとね他の特徴のあるプロデューサーも紹介したいのでこの辺にしておきます。で次はトラップではあるんですが、まあ、レイジっていうねサウンドが一部で流行っているので注目プロデューサーを紹介しておきます。トリッピーレッドとかプレイボーカルティみたいなねああいうね電子音強めな EDM チックなビートです。紹介するプロデューサーは東京を拠点に活動しているプロダクションチームのハイパーポップが注目です。このハイパーポップっていうのはオランダのプロデューサー集めたチームなんですけれども、 CEO はスターボーイという人物です。スターボーイはこの間発表されたトリッピーレッドのトリップアットナイトっていうアルバムとか、プレイボーイカウティの問題作のホールラッタレッドでもいくつかの曲を担当しています。他のハイパーポップのメンバーでちょっと読み方むずいんですが、ローソーみたいなねその人もこのレイジっていうジャンルのクラシックでもあるトリッピーとカルティのミス・ザ・レイジという曲も手掛けています。はい、じゃあ次のジャンルは、まあ、名前を表すならまあペインとかですかね。でメロディックにフッドで育ってきた上で負った心の傷とかそういうまあ痛みに続いて歌うラップスタイルのプロデューサーを紹介します。このビートの特徴として哀愁を感じるようなピアノとかギターのメロディーが特徴です。おすすめは TNTXDTNTXD といえばロッドウェーブっていうぐらいね、あのロッドウェーブの痛みを感傷的に歌い上げるようなスタイルには欠かせないプロデューサーです。おすすめはね、まあ、まずはもちろんロッドウェーブの曲でケビン・ゲイツとの名曲 Cuban Links とか、あとねアメリカ版エータの香水の Letter from Houston とか、他にもね痛みを歌うスタイルが特徴のポロ G の I Know っていう曲とかもおすすめです。あとねまあこれ系で言うと TNTXD とかもねよく共同でビートを作ったりしてますが、タージマニーとかもおすすめのプロデューサーです。なんでこのね TNTXD とかタージマニーとかねそういうところがこのねまあいわゆるペインとか言われる風なああいうね哀愁のあるビートではおすすめです。じゃあ次は皆さんも大好きなドリルです。このジャンルはシカゴで生まれた時にはヤングチョップとかが代表的なプロデューサーとして挙げられていましたが、今回はねアメリカで生まれたドリルに影響を受けつつも音としてアメリカのオリジナルのものと大きく異なるように独自の進化をしていって、今はねもう逆にブルックリン中心にアメリカにも影響を与えているようなイギリスの UK ドリルのプロデューサーを紹介します。まずは808メロ。彼はロンドンのプロデューサーなんですけれども、アメリカでも大成功を収めていて、その原因はねポップスモークの Welcome to the Party とかディオールを手掛けているからです。でこの2つの曲っていうのはもうドリルでもね屈指の大ヒット曲なんで、ポップスモークが好きだよっていう人は808メロとかに着目して、そこからロンドンにも目を向けるのがいいかもしれません。でもう一人おすすめはゴースティーです。彼が手掛けたディガディのノーダイエットっていう曲は UK ドリルのね教科書があるなら必ず入るような曲で、ああいうねなんていうかスライドするような808とかとにかくね不吉なビートが特徴です。彼もねまたブルックリンの 22GZ にも楽曲提供していて、サバーバンパート2は彼の代表曲です。でこのね UK ドリルっていうのは音もねアメリカのものとは違いますし、リリックとかもイギリス独自のものも多いので、新しいもの好きな人にはねぜひおすすめしたいジャンルです。ということで今回ねおすすめプロデューサーを何人か紹介しました。おすすめの曲とかもね紹介したので、そういうのからね聞き始めたらいいのかなと思います。もちろんね今回紹介したプロデューサーは一部でラッパーもジャンルなんかもそうなんですけれども、ヒップホップにはもうめちゃくちゃね莫大な情報量だったり曲数があるので、どうやって聞いたらいいかわからないとか、もっとね周辺知識も含めてヒップホップに詳しくなりたいっていう人は、以前ねこの動画でも紹介したようにノートっていうねまあブログみたいなやつでお気に入りのアーティストや曲の見つけ方と US ヒップホップに詳しくなる方法の完全ガイドっていうことでかなりね詳しく書いたので、概要欄にリンク貼っておくのでチェックしてみてください。あとね最近ねツイッターとかインスタもまた頑張り始めて情報発信もしてるので、そっちの方もね気になったらチェックよろしくお願いします。そして高評価とチャンネル登録もぜひお願いします。はい、じゃあ今日はありがとうございました。